今日は梅シリーズの3回目、梅味噌を作っていきます。皆様こんにちは。発酵菌活生活で7キロダウン、快適生活を送っているママの発酵キッチンのおいちゃです。私のチャンネルでは体質改善、免疫力アップ、ダイエットにお役に立つ情報や、日々の生活に発酵食品を取り入れ、体に優しい無添加の発酵調味料作りと、それらを使ったレシピを紹介していきたいと思います。今日は梅シリーズの3回目、梅味噌を作っていきます。梅をたくさんいただいたものですから、梅シリーズとして1回目が甘酢漬け、2回目が梅シロップ、3回目が梅味噌、4回目がお砂糖を使った梅干し、洗ってから一晩水切りしている梅 3.8キロ、梅の甘酢漬け、梅干しは傷なしの綺麗なのを使います。傷があるのは梅シロップと梅味噌に刻んで入れます。傷なしと綺麗をヘタを取りながら分けていきます。綺麗なのと傷がついたの分けながらヘタも取っていきます。傷ありと傷なしをヘタを取りながら分けていきます。綺麗なのと傷がついたのと半分ずつでした。綺麗なのがだいたいこちら半分ずつ、傷なしからさらに梅干し用に1キロ選別していきます。梅干し用に1キロ袋に入れていきます。梅干し用1キロ、砂糖入り梅干しは初体験です。失敗しない砂糖入りの梅干しを作ります。選別ができました。シロップ用、甘酢漬け、梅干し、甘酢漬け用シロップ 800g、梅味噌用。材料の紹介です。梅 100g、 お味噌 100g、 天才糖 100g、 ミネラル 10cc、 ジッパーで作っていきます。味噌を最初からジップロックの中に入れて測ります。他の材料を全部入れていきます。梅シロップ同様に梅をカットしていきます。傷や傷んだところは捨てます。種は1、2個入れても入れなくても OK。 梅 100g、 小さく刻んでも OK。 お味噌の入っているジップロックの中に梅 100g を入れます。さらに天才糖 100g を入れます。ミネラル 10cc 入れます。ジップロックの袋の上から揉み込んでなじませます。
冷蔵庫で保存して寝かします。1週間から10日で食べられるようになります。今日はらっきょうのスライスに梅味噌をまぶしていただきます。これは塩らっきょうにつけて2日目、まだ使ってないですが、私はやっぱり切れないうちに食べ始めて1週間くらいして、ちょうど浸かり具合が良い頃にはらっきょうがなくなって、またお店にらっきょうを求めていく今日この頃です。仕込み終了。その1日2日目から美味しく食べるのに、この梅味噌がとても良い仕事をしてくれます。とっても美味しいです。ビールにもご飯にも合います。食べ過ぎないように1日 4、5 本と決めています。5本のらっきょうをスライスして梅味噌大さじ1をまぶしています。私自身は待ちきれなくてすぐ食べる方ですけど、少し冷蔵庫に30分ぐらい置いてから食べられたらより美味しくいただけます。他にタケノコの姫皮や柔らかいところに梅味噌をかけたり、きびなごにかけたり、一番美味しいのは焼きなすの上にのせていただくのが美味しいです。梅味噌は万能調味料としていろんな料理にアレンジで加えられますので、皆さんもいろいろ使ってみて楽しんでみてください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。リクエストや質問はコメント欄にお寄せください。 SNS も始めたばかりです。いいねとシェアをよろしくお願いします。また来週も見に来てください。来週はお砂糖を使った梅干しを作っていきます。また来週、バイバイ。